お前のこと好きだから俺が守ってやるし、すべては俺の飛び込んでこい。尺を取ると、俺に尺を取ると。マジでお前やろ。本当にどんな勢いでなんか言えたりなのか。今日初めて手伝うよ。答えは、おお、農家。おピース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 。よし、待ってる、待ってます。じゃあ、あのオープニングドロー。はい、お疲れ様でーす。本日は、ゴルフコンペ、3月19日、ゴルフコンペやって、まあ、1軒目終わったんかな、はい、懇親会終わって、懇親会終わって、二次会。こちらさんは、はい。みんながね、たまたま YouTube 見たから行きたいと。はい、ありがとうございます。で、来たら、本田君とってね。どうしても本田君がカメラに回ってた。あ、リクエストしたの？あ、リクエスト。尺を取ると、俺に尺を取ると。じゃあ、おだけ、じゃあ、お願いします。はい、君横行った方がいいだろ。行きゃ行くの。行きますよ。俺の、あ、そうそう、ちょっと乗らないとまずい。俺のお客さんを見とるからね、これ。うわぁ、ライブだ、見られへん。これ流れやすごい。ちょっと、あちら便利させちゃいぐらいなんやけど。いや、どう。じゃあ、今からちゃんと答えてあげなかった。小田君がどうしても伝えたいことあるって。君、好きだよ。わしです。聞こえない。もうすぐじゃん。もうすぐじゃん。小田さん、君好きだぜ。愛してるし、俺の元で来いよ。答えは、お、お、農家。お、いや、違うでしょ。ごめんなさい。何？ごめんなさい。これ何かわかる。これさっきね、本ちゃんさ、ちょっとモノマチビタってやつ。パンツ。今ノーパンなんだ、この人。これ僕ノーパンでいいの。トイレが、トイレが、あ、ダメ。本田君の本気出してくださいよ。もっと本気が見たい。キースキース、はい、お前さ、それやる今。ね、このさ、別にやってもいいよ。話みたいなやつ。俺別に、ね、別にはっきり言ってもいいよ。ちょっとちびった。だけど、一つ言っていい、カメラ回せって言ったら本田君だから。本田君が撮るよ、絶対。本田君が撮るよ。回してほしいって言ったしもね。だけど、あれパンツも、俺パンツのこと求めてねえし。まあまあ、この流れでいくとパンツかなと思っちゃった。そうなんだ。出さなかった。もったいない。お客はもう終わり？終わりです。いや、知らないの終わっちゃったもんね。じゃあこれはボツ失恋ってことでいい？本当に言った。1個だけ聞きたい。マジで本気やろか。本当にどんな勢いでなんか言えたりなのか。本気ですよ。本気って言うのかい。そう、それどういう関係ないんだ。エッチが失敗。いや、そういうことじゃない。ハイバーでやりたい。本当に好きやって。はい、ほら、普通に好きなんだよ。別にいいけど、自分の本気よりか、何の本気か、やりてぇっていう本気だ。社長、キリコはどう？お前もはっきりして、社長、何で、グッチョが頑張ってもらったんだ。ちょ、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 ちょ
こっちは欲しいからそれを俺買ったじゃん、うん、ありがとうございます。なんだけどなんで社長がしてんの。今喋ってるんでしょ。聞いてよ。私は喋ってない。僕は知らないなんて言ってるの聞いてます。聞いてます。言っとった言っとった言っとった。でも何回もキミコさんのことを好きっても言ってます。いやだからこいつは言いたくないじゃん。お客さんに買ってもらったって。いちいち、うん、いちいちだよ。でもお客さんと俺だからな。いやお客さん俺は知らんよ。俺から見たらお客さんかなと思うから。ちゃえよ。そんなもんでしょ飲み屋なんか。まあそうです。だからそこをどうクリアするかでしょ。結局本気を伝えてないか。ちゃんと本気伝えてください。カメラ回せって言って、カメラの前で俺は本気伝えたいって言ったんだから、うんうん、そうですよ。キミコに本気伝えてください。ダモでも買ったらしい。今近いっすよ。キミコ欲しいってやつ何倍も買ったの。だからお前のことの頼みがあったらいつも買ったるし、だから買ったじゃん。分かる意味が。でそのまま買ったるし俺は好きだから。なんか中学校のハマッションを切れた。これどういうことですか。キミお前のこと好きだから俺が守ってやるし、すべては俺の飛び込んでこい。違う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 。キミコじゃあお前こんだけこんだけくらいの違う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 撮ってる撮ってる。ああいいよ。ごめんなさい。キムコさん、すみません、ちょっと今アングル外れてました。あ、もう一回何回も言うよ、うん、ごめんなさい。何回目。これからも君に告白を頑張っていくし。おめげない心。諦めない。めげない心。はい。まあでもキミコはまだやっぱいいお客さんみたいな感じなのか。なんて言うんだろうねこの関係は。仲悪いことないじゃん。そういうとこ。友達以上かビタミンマンみたいな感じな。なんか本当にそんなもくもくなるでしょ。もくもくなっちゃうじゃん。ちょっとその間がなんかちょっと中途半端じゃない。なんならはっきりしよう。一切ね。今日初めて手つないよ。ああそう。これ言わな。これ言わな。女の子に言わせて。なんで手つないだろう。ちょっと早くないですか。無駄にって。ちょっとずつ進んでますよ。そう、やっぱそう思うよ。いや、ここまで本気か。本当に、まあ、ちょっと飲み屋なわけで、全ては本気だもんね。年まで、まあ、ちょっと好き好きって言ったらやれるからぐらいやったら確かにキミコはやれんね。だからどこまで本気で、いやどこまでも支えてあげたらさ、まあ、それは女がビールだね。それが表面的にさ、だからちょっとベッて言ってベッてやって、ああちょっとやらせろだったらこれは女が欲しいよ。うん、その間バカ女だったら欲しいかもしれんよ。いや、本田さんが財布がどの頃どう。はい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 、次の日知ってます。朝から僕の電話かけてきて、うん、プライベートですよ。しかも、うん、会社の携帯にとかけてくるのに、うん、今日現場行ったんだけど足場から落ちそうだから帰るわ。どうしたの本田さん。どうしたんですか。今日夜空いてますかって。いや全然いいですよ。何があったんですか。もう気になってしょうがないもんで、うん、もう昼行きますわって言ったんですけど、うん、おい、夜にしてください。夜にしてください。現場開けるぐらいですよ。何それは。何ですか。落ち込んで。いや、もう失恋みたいな。次の日現場休みますか。
それぐらいショック受けてますからね。ちゃうんで俺さ、じゃあまあまあいいや、次に休んだらどうでもいいんだけど、落ちてると思ってるのも何年やるんかなと思うから、こうやって喋ってたら落ちてないよ俺、どう考えたいや俺の女だと思うとったら俺の女じゃなかったって思うわけでしょ。で、落ち込むわけでしょ。落ちてるって思うことのお前は男ってあるじゃん、あ、これ落ちたなっていう感触って、その感触って感じてんのか、あるかないか。だからその落ちたと思っとったのに、あ、違ったって言って落ち込むわけでしょ。振り向いてると思ってるから落ち込むわけですよその瞬間があったのか、どういう時なんだろうってことでしょ。そうそうそう、いや、わかんないですよ。本田さんからしたらここで好きになったことないかもしれない。あー、いや、手握ってる。それはどうなんですか。今日手握ってるんです。握ってますよその握った瞬間にこいつビビビってきたの。いや、思ったし、だけども、じゃあ、キム君もそういう素振りするんだ。じゃあ、だからそういうことやと思うんだよ。キムでいいとさ、別に手袋に握ってもいいじゃん。いやいや、それで喜ぶの分かってるでしょ。じゃあ、そのこと考えてる。そうじゃん。いやいや、まず、ジャンゴをこうやって、こう握ってあげました。この握りをしたの、本田さん。うん、こう握りだね。そう、いや、それはそれは倒されちゃいましたよね。本田さん、もう一回告白して締めてもらっていいですか。なんで？ずっとやってるんだよ。どういうこと？いや、今の話聞いたら多分脈ある。もう一回アタックしましょう。手握ってる。で、多分キミコさんは恥ずかしくてごめんなさい言ってる可能性がある。手握って、あれ、あー、これは、これ何なんですか、これは。これは何なんですか。指がこんなになっちゃった。あれ、キミコさん、クイズを行きましょう。クイズを行きましょう。あとは、あ、こっち側回ってくるんで、みんな手振ってくださいね。最後、みんな写して、はい、せーの、まぜこれ上がるんですか。